んにちは、授業準備 TV のゆめのんです。5月も折り返しですね。クラスの子どもたちの様子はいかがでしょうか。一般的に子どもたちが先生を見定める期間は2ヶ月前後だと言われているため、この時期に子どもたちとどのように関わり、どれだけつながることができたかによってその後の学級経営は大きく変化します。学級のあれを避け、クラスの雰囲気を良好に保ちたいですよね。そこで今回は、学級のあれを防止する、子どもたちとしっかりつながるコツを紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。5月に子どもたちとしっかりつながるコツ、それはズバリ、ひたすら見て褒めてあげるということです。投稿者の先生にお寄せいただいた、どこでどのように子どもたちを褒めるのかを、授業、給食、清掃、生活指導の3つの観点でご紹介していきます。まずは授業編。学校生活において最も子どもたちのことを見て褒めやすい時間が授業中です。積極的に肯定的な言葉をかけていきましょう。学級経営に長けている先生は、45分授業の中でなんと70回以上もの肯定的な言葉かけをしているとも言われているそうです。褒める際には子どもたちの距離を取りすぎないように注意することも大切です。離れた場所からすごいねと伝えても、子どもたちは誰が何を褒められているのかわかりません。投稿者の先生によると、そんな時は、〇〇くん字が前よりも上手になっているね、といったように名前を呼び、褒めたい内容を短い言葉で伝えるように意識すると、伝わる褒め言葉になる、とのことでした。続いて、給食清掃編です。給食や清掃でも言葉がけは大切です。頑張っている姿を見つけて積極的に褒めていきましょう。頑張っている姿を写真などで撮影し、クラスで紹介してあげることも有効な手法です。5分休憩などに電子黒板を活用して全員で共有するなど、様々な方法が考えられます。行いやすいことから行ってみてください。最後に生活指導編、つまりトラブルに対する指導のケースです。トラブルを起こしていることと褒めることとは相反しそうな気がしますが、叱らないのではなく、叱る中に褒める要素を織り交ぜていきます。投稿者の先生によると、例えば喧嘩が起こった時には、事情を聞く、指導する、諭す、謝罪をする、これを指導の3段階とした場合、本来ならこれで終わることが多いのですが、ここに4段階目として褒めるを加えるそうです。例えば投稿者の先生は、指導の3段階を終えた後にこんな感じで付け加えるそうです。なんで叱ったかわかる？〇〇くんは普段忘れ物した子がいたら黙って貸してあげたりするでしょ。ドッジボールで目の前に相手がいたら思い切り投げたりしないでしょ。優しいところいっぱいあるよね。でもこんなことをしてしまったら、そんな優しいところが台無しになっちゃって先生も悔しいよ。自分が損する生き方はやめようね。このように叱る中に褒めるを混ぜることで、子どもたちの中に先生が普段から自分のことをよく見てくれているという印象が残り、先生に対する信頼感が増します。信頼感が高まっていけば、おのずとトラブルも減っていくとのことでした。このように褒めるを加えるためには、常に子どもたちのいいところを見つけておくことが大切になってきますね。今回は、学級のあれを防止する、子どもたちとしっかりつながるコツをご紹介しました。適切に褒めることで、子どもとの関係を良好にし、勝負の5月を乗り切っていきましょう。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。